野球でクイズ。このチャンネルではプロ野球を中心に野球を題材にクイズを出題します。皆さんも記憶をたどりながら懐かしい選手や出来事を思い出していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。今回のテーマは阪神タイガース背番号クイズ第3弾です。全9問、あなたは何問わかりますか？早速問題いきます。阪神タイガースの背番号2番といえば梅野雄太郎選手ですが、その前に背番号2をつけていた選手は誰でしょうか？ヒントを5つ出していきます。着用期間は2013年から20年の8年間、青森県厚生学院出身です。2番の後、現在も26番を着用しています。生年月日1994年7月29日です。内野のレギュラー争いを続けます。答えは北条文也選手です。北条選手は青森県厚生学院の3年生の時に清原選手にあと1と迫る1大会4本塁打を放つなど4番として活躍します。大阪桐蔭との決勝戦では藤浪投手にノーヒット2三振に抑えられ、2011年夏から3大会連続で準優勝でした。甲子園通算29打点は清原選手と並んでいて最多です。2012年ドラフトでは決勝で対戦した同じ堺市南区出身の藤浪選手に次いで2位で阪神に入団。2軍で結果を残すと2016年には鳥谷選手に代わりショートのスタメン機会が多く122試合に出場。しかし怪我の影響や糸原、大山、木浪らの同世代の内野手の入団もあり、徐々に出場機会も増えつつあります。2022年勝負の年になります。続いて第2問。北条文也選手の前の背番号には誰だったでしょうか？着用期間は2010年から12年、10年ほど前の話です。1976年6月8日生まれ、通算打率は歴代キャッチャーで1番です。梅野選手はこの選手に憧れて背番号2番をつけました。元メジャーリーガー、メジャー帰りに阪神に入団しました。答えは城島健二選手です。プロ野球歴代捕手の中でもトップレベルの打撃を誇ります。大英入団3年目から1軍に定着、2003年日本一の際にはパ・リーグ史上2人目の捕手でシーズン MVP を獲得。2004年はアテネオリンピックで4番を打ち銅メダルを獲得します。ホークス在籍11年のうち8回は110試合出場を果たす正捕手でした。 FA でマリナーズに入団、初の捕手として日本人メジャーリーガーとなります。1年目の開幕からスタメン出場し、4年で462試合、431安打、48本塁打と好成績を残します。残り2年の契約が残っていましたが破棄し、日本球界復帰を表明。2010年、41歳の矢野選手の後の正捕手が定まらない阪神が獲得を発表します。阪神1年目には168安打を放ち、セ・リーグ捕手安打記録を早速更新。しかし2011年は左膝を筆頭に相次ぐ怪我に見舞われ契約を1年残し引退。引退後は水番組を中心にテレビ出演、2020年からはソフトバンクでアドバイザーを務めています。続いて第3問。城島健二選手の前の背番号2番誰だったでしょうか？着用期間は2009年の1年だけです。1986年7月17日生まれ、2番の後00番に変更しています。阪神の
ッテに移籍して1年間だけプレーしました。神宮球場ゲームセットかと思われたセンターフライを落としてしまったことがあります。答えは柴田航平選手です。柴田選手は梅野捕手の高校の5年先輩にあたります。天然キャラとしても人気でした。背番号2はルーキーイヤーの1年だけ着用。7試合に出場し、城島選手の加入により00番に変更します。3年目となる2011年は104試合に出場。当時はマット・マートン、藤川俊介、大和、リン・ベイツ、桜井光大、浅井亮らもおり、安定した出場は難しい状態でした。2011年をピークに徐々に出場機会が減り、2016年戦力外、ロッテの入団テストに合格しますが、17試合の出場にとどまり1年で戦力外となり引退。2018年からはタイガースの球団職員としてアカデミーコーチを務めています。第4問、柴田航平選手の前の背番号には誰だったでしょうか。背番号には1年だけだったので00番時代の写真になりますが、これがセンターフライを神宮で落としてしまった時の写真です。着用期間は2005年から2008年の4年間。1971年6月24日生まれです。27番から2番に変更しました。ヤクルト、日本ハム、阪神、横浜でプレーしました。阪神に来た際は坪井智近選手とトレードでやってきました。答えは野口敏弘選手でした。野口選手は89年ドラフト外でヤクルトに入団します。野村監督のミーティングを熱心に聞く勉強家でしたが、同期の古田敦也選手の2番手捕手としての起用が主で、控えとして1軍に帯同することが多い選手でした。98年、捕手不足に悩む日本ハムへ白石選手とのトレードで移籍します。98年にオールスター出場、99年は130試合出場、2000年日本ハムの規定打席到達捕手としては最高打率2割9分8厘を残しました。2001年からは曽根松選手との併用もあり打撃不振に陥ります。2003年日本ハムからトレードで阪神に移籍。前年2度の離脱に見舞われた矢野選手の起爆剤にもなり、欠場時はチームを支えました。しかし矢野選手も好調をキープしており、出場機会を求めて FA 権を行使、横浜に移籍します。ここでも若手選手との育成時期と重なり、2010年戦力外通告を受け引退します。ヤクルトでコーチをしたり、現在は解説者として活動されています。続いて第5問、野口敏弘選手の前の背番号には誰だったでしょう。着用期間は2002年から2004年の3年間。兵庫県の新興学園から立命館大学に進学します。ドラフト6巡目、なのでルーキーイヤーから着用していたことになります。6巡目で2番といういい番号をつけるのは珍しいですね。2番の後は44番に変更しています。引退後は球団職員として頑張っておられます。答えは藤原徹選手でした。藤原選手は兵庫県出身の内野手、長距離砲、また内外野多くのポジションを守れるユーティリティプレイヤーとして入団します。ファームでは日本一にも貢献しますが、1軍戦力が当時充実しており、なかなか出番がありませんでした。2007年44試合に出場し3安打を放ったのがキャリアハイ。故障にも悩まされ引退。2010年からは球団職員としてベンチ周辺にいる姿がカメラにもよく映っています。それでは第6問、
藤原徹選手の前に背番号2をつけていた選手は誰でしょう。もう20年以上前の話になってしまいます。着用期間は2000年と2001年の2年間です。99年ドラフト1位で阪神に入団しました。特技はモノマネ。阪神を退団した後に社会人トヨタ自動車に入団しています。少し異色の経歴ですね。毎年オープン戦では活躍されてたんですが、シーズンに入ると怪我などであまり活躍できませんでした。答えは的場寛一選手でした。的場選手は兵庫県出身、愛知県の弥富高校から九州共立大学に進み、神宮大会でも活躍。4球団が逆指名を競った結果、阪神に入団します。しかし1年目から膝の故障があり手術を経験。2004年2005年ともにオープン戦では絶好調の活躍を見せますが、開幕前に再び怪我、通算7安打で退団。翌年から社会人トヨタ自動車に入団し、チームの黄金期の戦力となります。2012年限りで引退するとスポーツメーカーなどで勤務しているそうです。続いて第7問。的場寛一選手の前の背番号2番は誰だったでしょうか。着用期間は94年から99年の6年間、99年途中で移籍されています。埼玉県浦和市出身、阪神から西武に移籍しています。谷中慎二投手とトレードで西武へ行かれました。チャラ男というニックネームがついています。どちらかというと西武時代の方が印象的な方も多いかもしれません。答えは平尾博史選手でした。平尾選手は春の選抜高校野球で準優勝、同年のドラフトで阪神から2位指名されます。2年目から徐々に出場機会を得ますが、96年の76試合が最高で、今岡選手らの加入もありレギュラーをつかみきれないまま、ヘルニアの影響もあり結果を残せずにいました。西武へのトレードの際は会見で涙を流しました。西武でも怪我で出遅れなどもありましたが、阪神時代より出場機会は増えます。明るい性格からムードメーカーの役割、日焼けサロンが良いや茶髪の時期もあり、チャラ男のニックネームで親しまれます。2012年引退、西武でコーチも務めますが、選手の私物摂取を理由に契約解除となります。続いて第8問。では平尾博史選手の前に背番号2をつけていた選手は誰だったでしょうか。着用期間は1993年の1年間だけです。1960年9月27日生まれ、今年62歳になります。オリックスから阪神、ダイエーと3球団を渡り歩いています。日本プロ野球史上最高のスイッチヒッターと呼ばれています。阪神では2番の後、実は02番にシーズン途中から変更しています。02番を着用したのはこの人だけです。阪神から出て行かれる時、ちょっとした騒動になりました。松永博美選手でした。松永選手は阪急オリックスで4年目から120試合以上に出場し、ほとんどのシーズンで140本安打、3割以上をマークし、チームに欠かせない主力選手として活躍します。93年阪神でエース級の活躍をしていた野田浩二選手とのトレードで阪神に移籍し、背番号2を着用します。開幕から6連続安打を放つも、3戦目で怪我で離脱、5月にも2度目の離脱、昨年まで2番をつけていた選手も怪我で引退したことと、鬼のように自分を強くしたいという理由で02番にシーズン途中変更します。育成を除きプロ野球
で0と00以外で0から始まる番号をつけたのは松永選手だけです。同じ年のオフには日本球界で導入された FA 権を初めて行使し、大英へ移籍。移籍初年度からチームリーダーとして監督に意見を求められます。4年間プレーしますが、3年目から成績が下降し、自由契約を申し入れ、メジャーの入団テストを受けるもそのまま引退となりました。現在は YouTube なども解説しています。最後の問題です。松永博美選手の前に背番号2をつけていた選手は誰でしょうか。着用期間は91年から92年の2年間。30年前の話ですね。北海道芦別市出身です。1957年3月13日生まれ。この方も両打ちだったそうです。遠山昌司選手、遠山火災、遠山の遠山さんですね、とトレードで阪神にやってきました。広島、ロッテ、阪神と渡り歩きまして、阪神で引退した選手です。答えは高橋義彦選手でした。1974年4番エースとして夏の甲子園に出場し、スカウトの目に留まり広島カープに入団します。4年目の78年に1番打者として3割をマークし、ベストナインに選出されます。79年は日本記録の33試合連続安打、55盗塁で盗塁を獲得、日本シリーズ MVP にも選ばれます。89年までの12年間60試合以上に出場し、7度3割以上の打率をマークします。若手の台頭もあり、大型トレードでロッテ移籍。100試合出場するも全盛期のような活躍は難しく、翌年阪神へトレード移籍。怪我もあり、結果は残せず2年で引退します。引退後は解説者や複数の球団でコーチも務めており、最近は YouTube チャンネルも解説しておられます。ということで、野球でクイズ全問終了です。お疲れ様でした。9問中何問できましたか。最後に、それ以前に背番号2をつけた選手を紹介します。結構空き番時代が多かったりとか、捕手がつけるイメージの番号ですけども、投手がつけていたことも多くあります。有名どころで言うと、大型トレードで移籍の竹之内選手や、真由美監督時代のヘッドコーチを務めた岡選手なども2番をつけておられました。2番という番号ですので、やはりキャッチャー、またいい番号ですので、ドラフト上位で入団した選手がつける事例が多く見られました。ご視聴ありがとうございました。復習してほしいジャンなどありましたら、ぜひ教えてください。それではまたお会いしましょう。